ほんわかみーちゃんねるのみーちゃんです。よろしくお願いします。今日はクリスマスということでメリークリスマス、おめでとうございます。クリスマスの思い出を少しお話ししたいと思います。私は、13年前に18歳の一人息子を亡くしたんですけど、その息子翔也のクリス翔也とのクリスマスの思い出を少し話したいと思います。翔也は生まれつきの発達障害でアスペルガーという障害を持ってたんですけど、とっても純粋な子で、本当に、18歳で亡くなったんですけど、もうずっと亡くなるまでサンタさんの存在を信じていました。クリスマスの朝になるとベッドの横にあるクリスマスツリーの横にいつもプレゼントを置いて、朝起きるとサンタさんからプレゼントがあるってね、毎年喜んでいて、でもそうですね、高校生になる時になった時にプレゼントどうしようかなって考えた時に、私の友達の海外にしょっちゅう出かけている男性の友達がいて、その人にサンタさんとして英語で今年からはプレゼントはありませんみたいなことを書いて、手紙書いてもらったんですね。でその内容がもうね、高校生になったので、大人になったので、サンタからの手紙ということで、プレゼントはないけれども今度からは君はみんなに笑顔をプレゼントして、幸せをプレゼントする役割があるから、僕サンタ自分の仕事を手伝ってくれみたいな感じの手紙を書いて、クリスマスの朝にその手紙が、クリスマスツリーの横に手紙が置いてあって、それを開いて、英語なので読めないのね、読めないんだけど、すっごく喜んで、その後もう高校生なんだけど友達が来て、その友達がなんか英語が得意で訳してもらって、で私が翔也の部屋が2階にあって、私が1階に行って台所で何かしてた時に、もう2階からドタドタドタって階段を降りて、すごい興奮して、ねお母さん、僕には大きな役割あるんだって、みんなを笑顔にする役割があるんだって、すごい喜んで感動して、その手紙をもう本当にずっと額に入れて、ずっと大事にして、何か辛い時があったらいつもその手紙を見て、自分の中で元気を取り戻そうとしてる時に、そういう大事な手紙だったですけど、そういう思い出があります。そうですね。でそういうクリスマスって本当にみんな幸せな、ね、笑顔になれる、皆さんも笑顔になれる日になったらいいなと思います。ありがとうございました。
私はあなたの心を感じることができる。あなたが教えてくれたから、今私が感じる心は生きる希望そのものと